はいどうもプレスの T です。今日はですね、理系の罠ってところでお話していこうと思います。皆さんですね、文系か理系か、これ選択するときにいろんな要素をね含めて考えるとは思うんですけれども、やっぱ一つあるのが就職ですよね。就職の時に理系の方が有利だみたいな話があって、じゃあやっぱ理系にしとこうかなっていうふうに考えてる人いるんですけれども、これね一部間違ってるんですよ。でこのこと気づかずにですね理系に進んでしまうとちょっとしんどいっていう部分もあると思うので、今日はそのことについてお話していこうと思います。で早速見ていくことにしましょう。早速見ていきたいんですけれども、いろいろね理系が強いっていうふうに言われている理由あるんですけれども、その中の一つに IT っていうのがありますね。競技ですね、やはりビッグテックと言われるような Google であるとか Amazon とかね、まあ、こういった会社っていうのがすごい力を持ってますから、それに関連するようなところに行くとやっぱ将来安泰だよねというふうに思っている人がいて、じゃあ理系だよねみたいな、すごくまあ安直な考え方をしている人って結構多いんですよね。ただそれって本当ですかって話があって、別にああいう風な IT 企業っていうのがあった時に、じゃあ全員理系かっていうとそんなことは全くないわけですよ。だってさ、よくよく考えてほしいんですけれども、会社として成り立っている以上はですね、文系とか理系とかそういうの関係なく両方の人材がいないと回るわけないじゃないですか。全員技術者の会社とかってないわけですよ。だから別に文系に行ったってですね、いわゆるGAFAとかに入ることって可能っちゃ可能なんですよね。まあ、もちろん門としてはめちゃめちゃ狭いんですけれども、言うて不可能ではありませんよとなった時に、じゃあ IT 企業が強いから理系に行った方がいいっていうのは少しおかしいっていうのがまず分かりますよね。でこうなってくるとですね、やはりプログラミングの技術とかが学べるっていう意味で理系が強いっていうふうに考えてる人もいるんですけれども、別にねプログラミングなんてものは理系とか文系とかそんな関係なかったりするんですね。もちろん理系だったらそういうふうにプログラミングっていうのが授業に組み込まれてるってケースが多かったりするのはあるんですけれども、別に理系に行ったら 100% プログラミングを習うってわけではないんですよ。実際問題ですね、僕もプログラミングってのは習ってないんですよ。一応ね、なんか1時間か2時間ぐらいかはなんか C 言語を触ってみようとか R を触ってみようとかみたいな授業ありましたけど、言うてね授業らしい授業はそんななかったですし、でそれを受けたことによって何かしらアプリが作れるようになったりとか、そういうことは全くなかったわけですね。じゃあなんでお前できるんだって話ですけれども、それはね独学で勉強したからですよ。あのね、プログラミングっていうのは別にそのどこかに習いに行くとかっていうよりも、むしろ目的があってね、こういったことがしたいからプログラムを組んでみようっていう風な、まあモチベーションの方が多分ね習得しやすいっていうところがあって、実際問題ですね、僕が研究室にいた時に、それこそ Excel って皆さん使ってますよね。でこの Excel のコピペの作業ってめっちゃ多かったんですよ。でこれを手作業でいちいちやってたんですけど、これもバカじゃねやってるのっていう風になって、じゃあこれめんどくせえから自動化しようぜってところでプログラムを書いたっていうのが一番最初だったりするんですよね。なんかね、理系の学部とかっていうとすげえ難しいプログラムとかを自分たちで作って、それでいろんなことをやってるっていう風に思ってる人結構多いんですけれども、実態としてそうではなくて、すでにあるね解析ソフトっていうのがあって、それにデータをぶち込んで、でぐる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 回して出てきた答えを、あなるほどねこんな結果になるんだふーんみたいな感じで論文にまとめるみたいなことしかやってなかったりするんですよね。まあ、もちろんね自前でプログラムを書くっていうこともあるんですけれども、これも勘違いしている人が多いんですが、プログラムっていうのはですね、これ論文ではないんですよ。そのプログラムを作って出てきた結果っていうのがどうだったんだっていうのを話をするのが論文なわけで、で大学って結局論文出さなきゃいけないから、プログラムっていうのを自前で作るかどっかから調達してくるかって、これどうでもいい話だったりするんですね。なのでプログラミングがどうたらこうたらっていうのが、またこれ理系が就職に強いっていう話もまた少しずれてくるわけですよ。じゃあなんで理系が就職で有利かって話なんですけれども、これはひとえに大学院の存在ですね。まあ、もちろん文系にも大学院っていうのがあるんですけれども、理系の方がですね圧倒的に進学率が高いわけですね。で大学院っていうのに行くことによってですね、そこで研究っていうのをするわけですよ。なんか大学生っていろんな研究をしてるみたいなイメージあるとは思うんですけれども、大学生って大半はですね基礎教育みたいなのをやっていて、実際問題研究をしているかっていうとそんなことは全くなかったりするんですね。まあ、もちろん卒業論文っていうのを書くっていうので研究をする必要性っていうのはあるんですけれども、まあ、あれってねまあまあまあみたいなレベルなんですよ。でじゃあ実際問題研究っていうのはそれなりに本格化していくのはどこかっていうと、それが大学院なわけですよ。で企業側としてはですね、そういった研究者みたいな人が欲しいっていうふうに考えた時に、じゃあ大学院の卒業した人を取りましょうっていうような枠がある程度あるので、大学院を卒業した理系っていうのはそこそこ就職有利ですよって話があるわけですね。じゃあ大卒の理系はどうなんだって話ですけれども、これはですね基本的には文系と変わらないんですよ。
いわゆる文系就職というふうに言われたりするんですけれども、もちろん枠としてはありますよ。大卒っていう枠であるんですけれども、理系だから強いとかっていうのはあんまりなかったりするので、実はですね、理系に行って就職を有利にしようと思ったら、やっぱり大学院まで進むっていうところを前提に考えておく必要性があるわけですね。じゃあ実際問題ですね、どれぐらいの人が大学院に進学しているのかって話なんですけれども、まあ、これはね、本当に学校とか学部によって全然違う話だったりするので一概には言いにくいんですけれども、まあ、僕の場合はですね、大体 99% は大学院に進んでましたね。1% ぐらいですね、まあ、うまく大学院の試験に受からなかったとか、就職しますとかっていう人がいたりするんですけれども、まあ、言うてほぼ 100% ですね、大学院に進んでました。まあ、この数字はですね、僕は国立だっていう部分も結構大きく影響はしてると思うんですよね。っていうのはですね、私立の友達もいるんですけれども、この場合で 50% か 60% ぐらいに落ち着いたりするんですよね。っていうのも当たり前の話で、私立って学費が高いんですよ。で、ここから先ちょっとね、すごくお金の話になってしまうんですけれども、結構重要な話なんで聞いておいてほしいんですが、あのね、理系ってやっぱ私立の場合少し割高だっていう風に、まあ、皆さんも把握してると思うんですよね。で、これは学部の段階での話ですよ。で、学部の段階で少しすでにね、まあ、研究費とかがいろいろあるのでお金が高くなっているっていうのがあるんですけれども、そこから先ですね、理系の強みっていうのを発揮しようと思ったら大学院に行く必要性があるわけですよ。で、大学院に行った時に当然ですけれども、理系だったらお金そんだけ高くなりますっていうのは継続されるわけですし、私立だったらそんだけ高いっていうのも継続されるわけですよ。で、このことを踏まえるとですね、やはり理系志望の人は国公立に進んだ方がかなりお得だっていう部分があるんですね。このことをですね、意識していない人っていうのは結構多くて、まあ、僕の親もそうだったりするんですけれども、大学院に進むっていうのがそういう感覚が全くないっていう人いるんですよ。まあ、それも当たり前で、そもそもですね、まあ、今皆さんの親とかさらにそれの上とかの世代になってくると、そもそも大学なんて行かなくていいっていうような発想の人だっているわけですよ。で、そういう感覚からしたら大学院ってマジで雲の上の存在というか、意味わかんない存在じゃないですか。なんで大学出てもう一回勉強するのみたいな、意味わかんないんだけどと。で、こういう人たちいるんですけれども、そういう人たちもいるっていう前提でですね、やっぱいろいろ考えておかないと、後々ね、お金が急にいりますとかって言われても、そんなん無理だけどみたいなことになっちゃうわけですよ。で、そうなってくるとですね、せっかく理系に進んで、研究楽しいな、こっからじゃあもうちょっとさらに勉強したいなって思ったタイミングで、いや、お金ないから無理ですみたいなことになっちゃうっていうケースもあるので、やっぱりね、大学に入るときっていうのは、その先までちょっと予測して考えておくっていうのは非常に大事になってきます。まあ、もちろんですね、大卒の理系が役に立たないとかクソだとかそういうことを言うつもりは全くないんですよ。ただやっぱり理系の大学に進むとですね、その先の大学院どうするみたいな話ってやっぱ友達の中でもね、いろいろ盛り上がったりするネタだったりするんですよ。で、そうなった時にですね、何も考えていないと、いや、なんかこれすげえ大学院楽しそうって思った時に手遅れだってことにもなりかねないんですよね。で、そうなってくると結構悲しいじゃないですか。自分の進路っていうのが想定したのと全然違うとかね、結構びっくりする人多いんですよ。理系に進んだのに、なんかこれ全然研究とかなくねみたいな、ただただ勉強してるだけじゃん、高校と変わらなくねみたいな人結構いるんですよ、実際問題で。授業もそういうもんですからね。なので、本当に大学とかで研究とか考えていたりとかで、その理系に進んだ、まあ、メリットですよね、要は研究者として就職するんだみたいな、そういう風なところで考えている人はですね、やはり大学院っていうことも考えた上で、いろいろとね、お金の準備っていうのをしておくのが非常に大事なんじゃないかなと個人的には思います。はい、というところでいろいろと話をしてきたわけですけれども、まあ、理系といってもですね、いろいろあるわけですよ。なんか皆さんがイメージしているような理系っていうのはですね、どんなものがあるか分かりませんけれども、やっぱすごいね、テック企業とかに行って、まあ、プログラムとかを書いてみたいなところで思ってるかもしれませんけれども、まあ、こういう人たちっていうのはですね、またこれちょっとただの理系ではなかったりするわけですよ。大学院とかをね、出ていたりとかしていて、しかもテクノロジー系の企業とかで、まあ、インフォメーションテクノロジーですよね、こういうのを扱っているのは情報系のところを出ていた人っていうような可能性とか非常に高くて、で、そういった人以外の理系っていうのもいろいろいるわけですよ。で、中にはですね、文系の人たちとほぼ同じような仕事をしている営業職とかね、こういうのをしている人とかっていうのも中にはいてて、結局のところ理系だからこうとかっていうのはあんまりなかったりするわけですよ。でも、じゃあ実際問題、理系として就職を有利に進めるっていうんだったら、大学院を出るっていうのは一つね、大きな話だとは思うので、まあ、皆さんも検討してみてくださいと、そういうお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。